サッカーファンの皆さん、お待たせしました。大勢のサポーターが押し寄せたスタジアムはサッカーにもってこいの天気に恵まれています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。セリエ A のこの一戦、ナポリがトリノとの戦いに臨みます。個人的にもこのカードを楽しみにしていました。どんな展開になるのか早速見ていきましょう。こちらがナポリの先発メンバーです。こちらがトリノの先発メンバーです。攻撃的な 3-4-3 ですね。個々の選手の能力が重要です。前半のキックオフ、まずはナポリボールです。ボールを運んでいます。この攻撃は失敗です。ボールは相手に渡りました。これは思い切ったドリブルです。ボールはラインを割って外へ、ゴールキックです。ファビアン、やっぱり見えています。スルーパスが裏へ通る、決まった。試合の序盤に先制ゴールが決まりました。リプレイが出ます。なんといってもこのスルーパスですね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。リードを奪ってチーム全体に余裕があります。監督の表情も少し緩んだ気がします。タックルが決まってボールはラインの外へ、相手ボールのスローインです。真ん中にクロスを上げた。クロスはブロックされました。しかし取り返せばチャンスです。落ち着いてクリア、相手ボールのスローインにしました。デニス・プラート、ボールを失ったのはエルベディ。チャンスにできるか。ディフェンスがうまく対応。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。インシーニェ、インシーニェからのクロス、これはクリアが小さいか。
まだ危険は去っていません。パスをカット、攻守が入れ替わります。中にいいボールを送りたいですね。当然狙う、決まった。これは見事なボレーシュート。リプレイを見てみましょう。この高い精度のクロスが決定機につながります。そしてフィニッシュは強烈なミドルシュートでした。あの距離からのシュートは相当自信があるんでしょうね。ポゼッションが相手に移ります。ここでボールを取り返しました。見事なタックルです。これはよく見ていた。これはよく止めましたね。キーパーのファインセーブです。ゴール前に入れた。中途半端なクリアです。攻撃を断ち切れていません。イルビング・ロサノ、チャンス来た。ループで浮かせた。ここはキーパーがセーブ。浮かしてきましたね。キーパーが少し前に出ていたのが見えたのでしょう。いいところを見ていました。裏を取った。最後まで持っていけるか。キーパーの頭上をロブで狙いましたが、ここは止められる。面白い狙いでしたが、うまく対処されました。いいボールが出ました。インターセプトしました。これはチャンスだ。さあどうなる。危ない場面でしたが危険を回避しました。今ならカウンターも狙えます。カウンター失敗。相手にボールを奪われます。ディフェンスがブロックしました。コーナーです。得点を決めてリードできるでしょうか。コーナーキックを蹴った。危ない場面でしたがナイスインターセプトです。ナポリ、これはサイドを上がれそうです。パスが通った。ロレンツォ・インシーニェ、決まった。これで再びリードします。リプレイですね。クロスをここぞというところに入れてきました。そしてフィニッシュ。この距離なら外さないでしょう。期待も高まります。これは勇気のいるタックルです。この位置から相手のマークがついています。高いパスが味方に出る。ゴール。続けざまにゴールを決めました。これで2点差です。わずかに触っているんですね。あと少しで失点を防げただけに、ここはキーパーも悔しいでしょう。監督の様子ですと、
試合後のロッカールームは激が飛ぶ予感がします。カットします。アディショナルタイムに2分加えられます。ボールが相手に渡りました。カットしました。ここはどうするでしょうか。よく見ていました。大きなチャンスとはなりませんでした。前半終了です。スコアは3対1。後半開始です。前半同様熱い戦いを期待します。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。このミスは痛い。相手にパスを出してしまいました。ここはゴールキーパーの好判断。アルバロ・ガルシア、鋭いタックルです。ボールがこぼれている。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。さてここで情報が入ってきました。インテルの試合でスコアが動いたようです。はい、2ゴール目がインテルに生まれました。スコアを記録したのはラウタロ。華麗なドリブルでディフェンダーを抜いた後、落ち着いてシュートを決めてみせました。現在スコアは2対0。時間は52分を過ぎたところです。ありがとうございました。また動きがあれば報告をお願いします。福西さん、レスターシティが随分前から狙っていた本命の選手を獲得しましたね。ええ、この移籍はチームに大きなインパクトを与えてくれると思います。うまいパス。ピンチを抜け出せるか。ゴール。最初のシュートはキーパーに防がれたものの、今度は決めてきました。キーパーは見事なセーブを見せましたが、ボールがこぼれたところを相手に決められてしまいましたね。こういう場面は周りがフォローしてあげないと守りきれません。デニス・プラート。さてここで他会場の試合経過をお知らせいたします。インテルの試合でゴールが決まったようです。はい、3点目のゴールがインテルに生まれています。スコアを記録したのはムニアイ。本日2得点目です。ボールは枠に当たって角度を変えゴールへと吸い込まれました。現在スコアは3対0。時間は60分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上他会場の動きをお知らせしました。カウンターのチャンス、ここは決めたい。このチャンスは生かしたい。ボックス内の相手をタックルで阻止しました。裏へのいいボールです。飛びついてしっかり止めました。ボールを入れました。キーパーがこれを処理します。マークを振り切った。いいところにクロスが入りました。入った。この選手はこれで2点目。勢いが止まりません。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。うまく頭で合わせてフィニッシュ。素晴らしい反応でしたね。
勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。アントニオ・サナブリア。さてここで情報が入ってきました。インテルの試合でスコアが動いたようです。はい、追加点がインテルに生まれました。スコアを記録したのはムニアイ、ハットトリック達成です。ボールがディフレクトしキーパーはどうすることもできませんでした。現在スコアは4対0、時間は71分を過ぎたところです。ありがとうございます。また逐次報告をお願いします。ナポリのコーナーキックです。これはクリアしきれないか。ここはなんとかしのぎきりましたね。勇敢でしたね。これはフリーキック、直接狙える位置、かなり危険な場所に見えます。キーパーボールをキャッチします。ここはカウンターアタックを狙うか。これは危険なカウンターになりそうです。この攻撃は失敗です。ボールは相手に渡りました。スライディングに行く。ポリターヌ、スペースに見事なロブパス。これはクリアしきれていません。相手のチャンスとなるか。このタックルはファールを取られます。カードもあるかもしれません。主審がイエローカードを提示。近くで見ていましたね。スライディングに行きましたが完全に足がかかってしまいましたね。選手交代があります。イエローカードも考慮された交代かもしれません。ピンチでしたがここはうまくクリアしました。さあここで一気に仕掛けられるか。取り返しました。アントニオ・サナブリア。ここはアドバンテージを取りました。ディフェンスがうまく対応。このファールはかなりゴールに近い場所です。十分に狙えますね。ダルビン・ヌニエス、素晴らしい視野です。絶PKです。ここでリードを広げられてしまうとちょっと苦しくなりますよ。 PK、 文句なしの PK です。そしてイエローカードが提示されます。ちょっと軽率なプレーでしたね。ダメ押しとなる PK です。これを決められるか。ボールはゴールポストのわずかに外。角を狙ったんでしょうが決めておきたかったですね。周りをよく見ています。ボールを持って上がります。スローインが与えられます。いいボールを送りたい。コーナーキックになったようですね。コーナーから中へ。ボールをはっきりクリアしたい。ここで試合終了です。敗れたのはトリノ。勝利の女神に見放されてしまいました。負けるにしても意外なほどやられてしまいましたね。今日の惨敗で多くの問題が明らかになったので、今後どう修正していくかに取り組んでいかねばなりません。チームの立て直しを期待しています。
圧倒的な存在感を見せつけました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。